すげえ光景だなこれ。スープラ80。駐車場の枠いっぱいだからね。でげえもんね。あれ遅れて登場のスープラだね。スープラ。スープラ。だね。これは SCI だな。BRZ の SCI。いい感じだ。結構オリジナル状態か。 GR ヤリス、 GR ヤリスね。おいい感じ。結構オリジナル状態に近いけどね。ステッカー中いい感じにカスタムされて34だね。34ワークのホイールにサイドステップもいかついね。13のシルビアだね。これレイズのホイール入ってるね。13のシルビアケース後期型。70のスープラだね。70のスープラどっちかな。前期型かな。前期型かどうか。もうそんな感じ。80のスープラ。いい具合のレカロのバケット入ってる。レカロのバケットね。これワイドボディキットも組んであるな。ワイドボディ。アウトバンのホイール。ずらずらいく。80のスープラね。これワークのホイール。ワーク。80のスープラね。うん。これもワークの、ワークの GTS だな。80のスープラね。ボンネットポンピンに。ボンネットもこれまたカーボンか。FRP に変わってる。ブリッドのバケットに。こい。いい具合の引っ張りタイヤ。80のスープラ、カーボンボンネット入ってる。レカロのバケット。今80だね。80のスープラ。80のスープラ。ボンネットカーボンボンネット。ここらが90か。90結構オリジナル状態に近い90だね。いえいえ、これはセリカだね。セリカ。これなんか自家塗装感あるな。自家塗装感のあるセリカだな。30系のソーラー。30系ね。いい感じ。この80はやばいね。ブリッドのバケットからもエアロの造形やばい。すごいなこれ、完全にワークス車両みたいな。ワークスマシンだなこれ。すげえな。ワイドボディにしてある。ワイドボディからもウイングもね、すごい、ね、これはやばいな。これリバティウォーク。おお、リバティウォークなのかな。すごいなこれ。このなんかボンネットボンネットね、このフィンがすごいな、これは。ボルクのデカロのバケットに。おお、後ろもこれすごいな。これはやばいわ。80だね。全部ラッピングかなんかなんですかね、やっぱ。すごいな、これ。ここら90のスープラだね。これもレイズの90のスープだね。これもワイドボディにしてある。ワイドボディ。これすごいな。着地車両だな。着地の90のスープだ。これはすげえな。着地のワイドボディ。これすごい。
すげえな、これはやべえ、やばすぎる、これは、これすげえ、90の着地車両。すぐ流した。これずーっと90だね。90のスープ。90。あ、いたっしゃ。いたっしゃだね。いたっしゃ。いたっしゃ発見。いたっしゃ。いたっしゃだね。熱入ってきた。90。お、これ、うん、ちょっとスーパーカーのラインね、かっこいい。でも独特だね、このフルラッピング状態。これすごい。これは、フルラッピング状態、すごいな、これ。やばいな。90。お、これもちょっと特徴的な、特徴的な90だね。ヘッドライトもなんか貼ってあるね。ヘッドライトもなんかこれいい感じ。あ、これもワイドボディにしてあるか。ワイドボディ、80。お、これちょっと造形が違うね。これはワイドボディにしてあるか。ワイドボディの。これもちょっと、これ珍しい。これは、がっつりワイドボディにしたな。ピンク色に塗ってるね。一本ワイパーで。トヨタ自動車ってタイヤに書いてある。これも、あ、なんだろう。オーブンカーみたいな、こういうスーパーであったの。オーブンカーだ。ティーバルーツか。これもいい具合のカスタム、いい具合のカスタム。TRD、TRD 仕様。